三代目インプレッサの WRX-STI、奇跡的にお貸しいただきました。ワイルドスピードではハッチバックの方が活躍していましたが、こっちはセダンタイプとなっています。2010年式で、新車価格は315万円。2024年に乗ってみるとなかなかに衝撃的です。しっかり確かめていきましょう。はい、そこ、キモータブルーとか言わないの。最初に注意点がありまして、このインプレッサ、踏んでいくとまるっきり世界が変わります。ウィリーしそうなほどの加速力を持っています。身軽に吹っ飛んでいきます。でもそれは高負荷領域の話で、価格のせいか味付けの影響か、ゆったり領域はそうでもない印象が強いです。乗り始めにがっかりして、試しに踏んでみてひっくり返る。そんな市場となっております。では参りましょう。とりあえず内装です。残念ながら基本的に高級感はありません。プラスチック樹脂も多くボタン類の質感もぐにゃぐにゃですが、開発コストを考えればしょうがないですね。パワーシートを搭載しているのですが、このボタン配置のせいで、なんか操作しづらいんですよね。そしてこの移動速度の遅さである。残念ながらオートマモデルです。定番のゲート式ですが、ちょっと型が大きくて入れづらいかな。左に迂回してリバースからの、右下の D へと降りていく定番配置。走行モードはノーマルと、スポーツと、スポーツシャープの3つ。メーター内でどのモードに入ってるか教えてもらいます。こんなところにシートヒーターがあるんですよ。手前すぎて最初は気づきませんでした。そろそろ走り出していきましょうか。そんなに車体も大きくないので、癖なく乗れますね。内装や走りのポイントだけ知りたい方は、固定コメントのリンクよりブログ記事版をサクッとご覧ください。さてさてこのインプレッサ、踏めば踏んだ分だけ、上が解放されるような作られ方をしています。これを悪い方向で捉えてしまいますと、街乗り領域でゆったり走っている限りでは、全く速い感じも刺激もないです。市場の順番的に、街乗り領域のフィーリングから紹介することとなりますが、それは表面でしかない。後半戦をお楽しみに、ってなわけで流していますが、なんかこう、年代と価格のせいもありますが、はっきりと言うと安い車という感じが強いです。例えばハンドル。見かけはレザーっぽいけど、深夜に握るとプラスチックの硬いやつと同じ感じがします。そして何よりも残念なのが、段差をガタンと超えた際に、ハンドルが大きく揺さぶられちゃいます。このハンドリングにちょっと癖があって、入り口で切ったところと、切り増していったところが一様でない感じがあります。まあペースアップすれば気にならなくなるんですがね。そしてブレーキ、ある程度踏んでいった先で効き始めるようなフィーリング、踏み始めの領域に遊びがあるようで、ブレーキタッチの初期がガバガバな印象を受けます。最終的には無難に止まれるのでパッド選び次第なのかなとは思いますが、ハイパフォーマンスのイメージを持って乗ると、アクセルもブレーキもボディ剛性もハンドルも、なんか違うなぁと思っちゃいます。特に感じるのがボディ剛性とサスペンション。なんか初代86みたいなフレームですね。段差をガタンと超えた際、フレームの剛性感があんまりないんですよ。ショックアブソーバーは段差を超えた際、衝撃をある程度は押しつぶしながら伝えてくれます。乗り心地はそんなに悪くない。でも足を締め付けて固めてやることで、軽くて剛性不足で跳ねがちなボディを、強引に安定させて走らせる感じ。これがまさに初代86にそっくりで、あれを 4WD 化して、速いエンジン積んだみたいなフィーリング。私は初代の BRZ に乗ったことがないので、86を例に挙げました。このインプレッサは2007年から、2014年頃まで新車で売られていた。逆に BRZ や86は、2012年頃から販売が開始された。ちょうど時期が被るんだぜ。それで私も納得しましたわ。実は価格帯もそんなに変わらないんですよね。でもベタ踏みした時の加速力は次元違いですよ。なんか微妙な評価ばかり並べ立ててる気がするけど、さっき言った通り街乗り領域の話なんだ。まだ何も話していないに等しい。少なくとも運転していた頃の私は、イメージしていたよりはるかに、安っぽいようなフィーリングに驚いていました。せっかくなので最近乗った、新型の WRX-S4 と比較していきましょう。あっちは逆に街乗り領域でも、圧倒的な加速性能やシャープなハンドリングを隠しませんでした。でもこっちのインプレッサはまらく。スポーツシャープでちょっと踏んでも、全然加速力も出てきません。ハンドルだって100万円台中盤のコンパクトカーと、街乗り領域だと違いがわからないし、段差を超えるたびに暴れちゃって評価が下がりかねない。サスペンションアームをピロボール化しているとのことですが、この領域じゃさすがにメリットは出てこないです。早くワインディング行こうぜ。そうしましょう。この車の本当の姿をお見せします。慎重にトルク特性を確かめてきたので、ここでベタ踏みテスト。うわー。
危ねえよこれ。鳴らしても怖い加速。フロントエンジンのくせにウィリーしそうになって、フロントの接地感が薄れるんですよ。具体的には加速力が強すぎて、フロントのショックアブソーバーが伸びていってしまいます。それで前輪が浮いたような感触になって、ハンドルがふわふわして操舵輪の荷重が抜けていきます。これあるあるだっけ？そう言われて乗っても、あの加速フィールなら信じちゃいそうです。マジでフロント浮き上がってるもん。多分あれフロントが急加速時に浮かないようにショックアブソーバーの減衰の伸び側をちゃんと調整してるんでしょうね。ショックアブソーバーが伸びたのを感じた。接地感は薄れた。でもハンドル切って操舵はできるレベルではあった。動画じゃわからないだろうけどマジでフロント浮いたんですよ。ぜひお試しをと言いたいんですが、危なさすぎて基本的に全開は無理です。300馬力と350ニュートンであれだけの鋭い加速ができるものなのですね。驚くとともに感動いたしました。もう一度だけ試してみます。恐ろしいほど速いし、さっきまで微妙だったのが説明つかないと思うさ。次は1速にホールドしたまま瞬間的にドカンと踏んでみて、スロットルレスポンスを確かめてみます。すごいなぁと言ってしまいました。踏んだ瞬間から吹っ飛ぶような加速 G が出ます。切り始めこそ軽いものの、曲がっていくと重くなっていくハンドルの感触には違和感が残ります。でもさすがの水平対向。旋回時のフロントの動き方がやっぱり違います。急ハンドル。こういうことをしても、重量物が外側のタイヤの、その下側に潜り込んでいくようなフラットさ。ロール自体はするんですよ。クロストレックの方がまだ抑えている。ボディ剛性に弱点がなかったランエボの X と比べると、エンジンの違いはでかいですね。不思議な感触ですよ。フレームはちょっと安っぽいし、足で締めて安定させてるだけ。でも安定した姿勢のまま乗りたいラインにふっと乗っていけるし、身軽でスイスイ走っていく。この辺の連続 S 字なんか、うねりも段差もひどいことになってるのに、そこを動じずにハイペースで抜けられる。借り物なので無理しない範囲に抑えていますが、この身軽さを全開で吹っ飛ばせたら、面白いでしょうね。いろいろとやわなところがあるというか、現代車のボディ剛性を生かした、ドシット感とは対極にいるんだけど、そのちょっと危ないんだけど、踏んだら吹っ飛んでいっちゃう感じ。不安定だけど挙動を乱すようなものではないスリル。これ逆ですね。危なっかしいとは言ったんだけど、この危なっかしさと自分の感覚をすり合わせて、事故るような領域には入らないんだけど、常にスリルとともにあるようなペースまでは上げられる。そこら辺のバランス感覚が慣れているような人か、イニディキッズみたいなのしか迂闊に踏まないですね。踏み続けると人間を置き去りにしてウィリーしていくような加速。なんか足りないやわやわな車種。非常に危うい世界なんだけど、その中に楽しさを見出せる領域がある。挙動としては安定を維持している。集中力が切れたらペースも落とさないとどうなるかわからない。ジェットコースターみたいな車でした。 WRX-S4 より加速性能自体は高かったな。それなんですよね。でも同じ道を走ってタイムを測ったらわからねえな。プロレーサーがサーキットでタイムアタックするのと公道で抑えながらスポーツドライビングを楽しむの別の世界ですからね。新型 S4 の方は戦闘機や日本刀という言葉で例えるようなシャープさでした。ボディ剛性も走行安定性もしっかりあるし、ショックも重厚に作ってあって、ハンドリングもビシッとシャープ。でもこっちの方の3代目インプは、やわなボディを足の締め付けで強引に安定させ、違和感あるハンドリングの中でぶっ飛んでいく。まさにジェットコースター。価格帯が安いからしょうがないけど、進化の歴史が如実に現れていました。こっちのインプはフレームが柔だからな。強化していこうと思ったらボディ剛性の補強からスタートだな。逆にエンジンや駆動系は当分放置でいいですね。こんな危なっかしい車に乗りながら、新型 S4 に対して遅くなったって、古いインプのアイコンで書くってすごい勇気だな。絶叫マシンが好きなら古い方のインプ、安心感の中で、危なくないのに車速の数値だけが高く出るのが新しい方の S4。素晴らしい試乗でした。進化を感じられたし、お互いの良さもわかりました。日本人はリスクを嫌う民族だというのが、ちょっと信じられなくなるような仕上がりだったな。私はいろいろな車に乗り比べて、最近の車の実力と進化を知っています。2024年から振り返ってしまうと、神様のように崇められる旧車たちといえど、ベースはこんなもんだったんだと。どこにどう手を入れればいいか、わかってる人には最高のベースだな。逆に言えば純正状態で乗るにはちょっと辛いんじゃないかな。話し込んでしまったので冗長になる前に区切ります。ご質問ありがとうございました。